はい、すべて確認しました。なんてこった。英雄の遺産ってやつにはとりあえず倒し方 HP がいっぱいあります。もう敵も味方も分かんない。障壁を壊したら動けなくなります。早く怒らせてやろう。そこで、一気に叩き込みます。以上です。この障壁があります。おいベロベルト、お前死ぬぞ。てかお前残ってる。ちょっと、あー倒しとけよかった。クソがよ、お前こっち狙え。HP が、3つあります。 43×3 なのかな。129。マジで言ってんの。でこいつ魔物でもあり竜でもあるんで、魔物特攻竜特攻効きます。ダメージ 50% 減、全て解除でアーマーブレイク、必殺ならない。でこれ HP が削れたらっていう。プラスやべえ。自分の攻撃を受けた敵は戦闘後魔法が使えなくなったっけ。範囲攻撃を持ってます。猛撃、やばくないこれ。頭おかしくない。31でしょ。やばいってこれ。動くの、動くのお前。ちょっと待って、嘘やん。動くのは聞いてないで、ベロベルと下がって。お前死ぬよマジで。マジで死ぬけどいいの。まずはベロベルト、ベロベルト死ぬんだけど、どうしよう。殺す？ベロベルト犠牲にさせる？もう知らねえ、もう知らねえ、もういらん、もう死ね、死ね、ベロベルト大爆発しろお前の。いらん、もうええわ、もうお前守ってる余裕ねえわ。で有効なのが、こいつ、この僕のハートエンテントエンの剣、これが、特攻なんですよ。この破天が有特攻なんで、こいつを使って一気に吹っ飛ばして、あとはわちゃわちゃ周りでやるって感じなんですけど、リシティアは絶対必要。このバトル魔法が9で魔法の方が低いから絶対リシティアが必要なんで、リシティアを前に送らなくてもいい。ちょっと待って、前線で戦えるヒルダちゃん前、レオニー、そこラファエル、そこで僕がここにいて、いやそこだとベロちゃん邪魔。お前がいなかったらもうちょっと工夫して戦えるんですけど。リシティアここ、イグちゃんこっちで、マリちゃんこっちで、ローレンツは裏で見物てな感じで、今狙ってるのはこいつで 9×272%、ベロちゃんが死ぬ可能性があります。だがしかし僕はベロちゃんを犠牲にして戦います。行きましょう、ベロちゃん。バイ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 ベロちゃん、お前はいいやつだったよ。私はまだ許されてはいない。引くんけ。もういらんやつがいる。もうやだ、もう邪魔すぎんだろう。そこの範囲攻撃来るの、まずくない？勝てんね。ダメだ、契約で。ダメ、戦技で破天か、で天帝か。いやー、どう戦うのこれ。やばくない？
一旦引く。あ、HP 回復できてない。一旦引こう。一旦引こう。一旦引きます。一旦引きます。一旦引こう。え、こいつ何マス？何マス動く？何マス動く？待って、ムーブ4マス動きの。一旦限界まで下がってみよう。あかん、一旦逃げよう。一旦逃げる。ダメ。イグナーツ無理じゃない？イグナーツこれ逃げれる？あ、逃げれるか。で、お、このための契約、オッケー。このための契約で、HP 回復して、ありがとう。敵のターン。ちょ、一旦こいつ処理しよっか。こいつが邪魔すぎるわ。こいつが邪魔すぎる。一旦処理しよう。で、マリちゃんついて、こっちで計略。マジで、え、やばいって。ちょっと待って、ほんと、ほんと無理。え、死にたくねえもん。死にたくねえんだもん。死にたくねえから、さ、動くしかないでしょ。死にたくねえよ。まだ死にたくねえよ。オーレンツ、お前なんか HP やばいぞ。終了。いいよいいよ、食らってもいい、食らってもいい、食らってもいい。完全に飲み込めました。え、魔力2と引き寄せ。何、え、何やった。飛ばして見てなかった。飛ばして見てなかった。あ、兵種マスター、兵種マスターしたか。オッケー。で、イグちゃん倒す倒す倒せ。邪魔、お前一番邪魔。お前のせいで計算が狂う。で、こいつ動けねえぜ。こいつ動くね、動けねえで。こいつ動かないで。動かないで。動かないで。絶対動かないんで、あいつ。動かないから、もう一斉攻撃。もうやるべ、やるべ。一気にやるべ。回復できないやつ。リシティア回復かな。クロちゃんは自分で回復してもらって。リシティアこっち。で、回復ライブ。すみません。OK。ヒルちゃんこっち。ローレンツそこ。怖い。無理。動けねえ。無理。怖すぎる。すぎる。持ち物で天帝の剣装備させて待機します。これでいこう。天帝の剣待機、これだな。で、これで1640%ぶち込んでくるから、レオニーこっち待機、ラファエルも待機、リシティア待機、イグちゃんもこっちで、マリアンの馬回復部隊だからヒルちゃんもこっち。ヒルちゃん届かないじゃんこれ。まず、まずったな。あー、クロードこっちで、ヒルちゃんこっちやったな。間違えたな。前は行きます。はい、来た。40避けて天帝を1発2発。オッケーオッケー。とりあえず
あ、もうすぐ壊れるんで。あー、その攻撃来ちゃう、その攻撃来ちゃうんだったら一旦回避、一旦回避します。一旦回避して、その間にまずはクロちゃんじゃなくてローレンツを右にやって、クロちゃんこっちやって、ヒルちゃんこっちやって、マリちゃんこっちで一旦これで回避して、はい、回避したから攻撃してこない。 OK、 これの繰り返しかな。計略、計略いくか、いけー、うらー。 OK、 待ち伏せの陣、注意引きつけたから、これ注意引きつけたってことは、注意引きつけたってことはこいつにしか攻撃してこないんだよね。もうなんだから、こいつは攻撃パターンか、力依存、力依存だな、力依存なんで防御はくっそ高い、レオニー18あるんで、レオニーでヒアリパスタシ、ほらもう一発、気合一発、よー、気合一発、よーら。まず一回、まず一回レベルめっちゃ上がる。 OK、 技速さ、攻撃力、注意引きつけてるのは分かってんだけど、怖くて動けねえよな。普通計略、ん、新速の構え、何、待って、え、リシティア、お前の、お前の新速の構えって何や。ターン終了まで移動プラス5、マジでそれ自分に使いて、自分に使いてんだけど、めっちゃ慎重になってるけど、これ、これぐらい慎重の方がいいよね。受けて、ハッピー2回レベルアップ、はい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 、バケモン、はい、バケモン、ここは戦技でハテン使います。よけろ、 OK、 ハテン使ったらバーンが来たら、反撃できないから行っちゃう、もう行っちゃう、反撃できないから行っちゃう、もう行っちゃうわ、行っちゃうわ、もう知らん、行っちゃいます。まずローレンツ、お前別に死んでもいいから、お前別に死んでもいいから、鉄の槍で意外と効くんだな。あんまり火力出ないやつ、あんまり火力出ないやつが行きたい。みんな火力、リシティア32火力やべえな。一番火力出ないやつやっぱお前だお前だ、やっぱりお前がまずこれをパシュッと一発倒してレベルアップして、 OK、 ナイスローレンツ、いい経験になったと、素晴らしい、素晴らしい。でこれ多分残り1回なんだよ。これを全員で吹っ飛ばす。ダークスパイク無理、ドーラ、ドーラ7、ウォーム7、ルナン10。ここはあれ壊したいな。クロード、クロードで計略で
いやー右上潰した左上か左上潰したいけど潰せねえな。レオニー左潰せるか潰してくれ。オッケーじゃん。オッケー潰して潰して壊れた。よし壊れた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 んで壊れたんで次ここ潰す。ミカエル潰。オッケー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 。めっちゃ上がる。イグナーズで計略じゃなくて戦技で攻撃鉄の剣やるしかない。いや計略だ。いけ連携計略。でこれで壊れた全部。オッケー全部壊れた。23パー26だから大丈夫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 。今のうちに持ってけリザイア持ってけリザイアアタック。よしオッケー23残りで。クロちゃんクロちゃんいけ。クロちゃんクロちゃんの鋼のユーミーで開ける。確定で倒せるんで、ここは僕もヒルダちゃんを育てたいんで鉄の斧で倒します。ありがとうございます。めっちゃ時間かかった。オッケーヒルちゃんレベル14素晴らしいエーギルだ。中からマイクランと槍が。すまんなベロベルト、初見だとマジで怖いんだわ。リセットもできないし今回は。なんとか倒せたな。槍を回収して修道院に戻ろうぜ。リセットありきだったらいろんなことを試してどういう風に戦うのかって決めれたんだけど、リセットできないから今回実況都合上。ヒルちゃーんマジで危ねえよ。セーブしまーす。あの男、まるで槍に飲まれるように姿形を変えおったの。あれを見てはコアッパどもが動揺するのも仕方ないというものじゃ。一番動揺したの僕。そのね、その白夜とかあんやな、白夜か僕やったの、白夜やったんだけど、白夜にもああいうのがいたんですよ、実は。あれなんか範囲攻撃でいたから、似てるなーって思いながら、似てるんだったら絶対強いじゃんって思って、めちゃくちゃ丁寧にやったけど。さんとやらが秘める力は、あれほどとてつもないものなのか。とりあえず戦い方は分かった。やっぱり全部壊したら動けなくなって、しかも全部追撃出るようになるからじゃがさっさと倒すのが吉だな。あの力、あの姿、わしは知っておる、覚えておる。なぜじゃ。知らんわ。天帝の剣を使うお主もあのような力を振るうのじゃろうか。やだよ、あんななりたくねえよ。
よく戻りました。これも主のご加護の賜物でしょう。多分紋章、ちゃんとした紋章の人が使わないとああなるパターンなのかね、もしかしたら。事の顛末はすでにギルベルトから報告を受けています。はい。かの塔で起こった惨事は胸の内だけに留めておいてください。はい。遺産を使った人間が化け物になったなどと噂が広まれば、貴族の権威は地に落ち、フォドラ全土が混乱に陥るでしょう。それは避けねばなりません。同行した生徒たちにもよく言い含めておいてください。わかりましたね。特にローレンツにはちゃんと言っておきます。あいつペラペラ喋りそうだからな。わかりました。あの黒き獣は女神が下される罰なのです。英雄の遺産を使う資格なしにそれを手にした愚昧で傲慢な者への、あ、やっぱそんな感じなのかな。やっぱりやっぱ紋章に合ってない人が使うと暴走しちゃうっていう、そういうパターンですかね、やっぱり。だからこそ回収を急いだのです。結果的には間に合いませんでしたが。あ、でもなかなか経験値うまかったよ。槍は教団から正式にゴーティエ家へと返還しましょう。さあ、その槍を。感謝します。やはりあなたに任せたのは正解でした。節の終わりにもう一度報告に来てください。はい。その際翌節の課題を伝えます。わかりました。次9月か。9月の課題何かな。また討伐。先生お疲れさん。あ、お疲れさん。あんたのおかげで課題は無事終了だ。マジで危なかったな。なあ、マイクラはさ、本当に自分が遺産を使いこなせるとでも思ったのかな。いや、思ってねえだろ。だよな。やつは無駄と知りながらもとにかく自分のものにしたかったんだろうさ。だがあんな化け物になっちまうことまではマイクラン本人も知らなかったようだな。あの恐ろしい化け物も英雄の遺産の力の一部ってことなのかね。わかんねえや。まだ英雄の遺産には古より不吉な噂がつきまとっておりました。突然現れないで。びっくりするから。トマスさんか。驚いた。あ、いや、職場のあんたが書庫にいるのは当然だが。話が聞こえてしまいましてな。英雄の遺産について一つお教えしましょうか。ネメシスが蛇に染まってしまったのは天帝の剣のせいだとか。マジか。遺産を使い続けたせいで黒き獣に身を落としてしまった英雄がいるとか。英雄の遺産の負の面についてかつては多くの記録が残されておりましたそうな。かつてはってことは全部闇に葬ったってこと？そういうデメリット的なものは全部隠し通してるってこと？かつては消されているのですよ。だろう。ホドラ全土からこの書庫から消えた記録も少なくない。その言い草、まるで教団が事実を隠蔽してるみたいじゃないか。いや、全くその通りでしょ。いや、確かにレアさんはコナン島で起こったことを誰にも話すなと。いや、もうすごいレアが黒幕説でできた。これもうやだ。もうトマスさん、あんたはなんでこんな話を俺たちに。未来ある若者にね、この事実を託そうかなと。わしももう命は短くない。お主は希望の光じゃ的な感じ。あなたが英雄の遺産について何やら探っているようでしたのでね。まだ命、まだ元気ビンビンだそうです。夜ごと調べ回っているようですが、騎士団に気づかれる前におやめなさい。さて、おせっかいはこの辺にして、わしはこれで。やっぱ気づかれてたか。書庫にはやたらと足を運んでるからな。ああ、意外とそう調べてんだ、クロちゃん。けどやめるわけにはいかない。先生、
そんなホイホイ個人的な事情を説明すると思うか？俺のことを教える代わりに先生の秘密も明かしてくれるってんならいいけどな。それは聞き捨てならないわね。Aちゃん久々。秘密なら私も共有させてくれる？なんかAちゃん久々やな。すごい美人だな、Aちゃん。おやおや、意外なところで。Dちゃんは？学校で一番秘密を共有したくない相手だな。学校で一番秘密を持っているあなたに言われると光栄だわ。買いかぶりだろ。俺の秘密なんてたかが知れてる。それより俺は先生の話をそらさないで。クロード、今はあなたの秘密の話よ。Aちゃん行くね、グイグイ行くね。あなたの父は何者なのかしら。どうしてあなたは急に現れたのかしら。隠し子。リーガン校は事故死した嫡男一家をはじめ多くの家族を失って後継がいなかった。へー。リーガン家が名士の座を追われればおそらく同盟は揺らぐことになったわ。あなたは何を目的にリーガン家に、そしてここ修道院に来たの？めっちゃ気になる。おっと、あんたらに睨まれちゃ俺は蛇の前のカエル。ただ降参するだけさ。俺にはささやかな夢があってね。そいつを叶えるには力が必要なんだ。力上がったよ今回ので。そんな俺に紋章の力があることが分かった。こいつは渡りに船とばかりに乗って何か役立つもんがあるんじゃないかとこの大修道院の門を叩いた。どうだ、俺の夢に必ず協力するってんなら残らず教えてやってもいいんだがな。私は私の夢を叶えるわ。それがあなたの夢の邪魔にならないことを祈っていて。先生はどうだ。ちょっとちょっと難しいかな。クロちゃんとは別にそんなに。あ、ごめん。そうかそうか。ま、今は飾らない。ごめんクロちゃん。あんたの立場ってもんもあるしな。ごめんクロちゃん。なんかクロちゃんとなんか親密になるとなるのはいいんだけど、なりすぎるとなんかいろいろと面倒くさくなりそうなんで、僕はちょっと一旦まずレオニーとのちょっと恋があるんで、レオニーとのそれをこのクリアしてから行こうかなと。難しい課題をよく達成してくれました。優れた手腕で生徒たちを導き英雄の遺産を無事に奪還してくれたこと感謝します。はい、私の期待通り天帝の剣を使いこなせているようですね。もう怖い。絶対使わせたんでしょ。使いこなせているようですね。使わせたんでしょそれ、天帝の剣を。今回のさっきのやつであえて報告を遅らせてその黒き獣になるように調整したさせたんでしょ。あなたが違いますか。さて、翌節の課題について伝えますが。まあいいや、次の来月のから。大司教。セテス、どうしたというのです。フレンの姿が見当たらないのです。フレンちゃん、君は見なかったか。おいおい、見てねえよ。そうか、どこを探してもいないのだ。一体どこへ。何か危険な目に遭っているのかもしれない。ああ、私はどうすれば。セテス、まずは落ち着くのです。課題の件はまた改めて。あ、そうなの。来月多分フレンちゃん探せでしょ、課題絶対そうじゃん。フレンちゃん探すおーっつっていう課題だわ。白雲の章、角弓の説、死神の噂。死神ってあれか、あれ戦うのもっかい。マジで。ファーガスの北から涼やかな空気が降り始めると、まあ、強くなったし、レオニーをペガサスナイトになれるし、いけるか。女たちは黄金色の絨毯を刈り取り、男たちは角弓を手に野山を駆け巡る。女神のもたらす大地の豊穣を精一
敗に享受するのである。すでに聞き及んでいると思いますが、セテスの妹フレンの行方が分かりません。マジか。今のところガルグマクを出た形跡がないことだけは確認できています。あ、それはよかった。なんか連れてかれたんかと思って。どっか私に行き先も告げぬまま一人で勝手にどこかへ行くような子ではないんだ。大修道院の中をいくら探しても見つからず、騎士団を動員して町の捜索も開始している。最近は物騒な噂も飛び交っていてな、まさかとは思うが。物騒な噂とは何すか。このところ夜な夜な町を徘徊して人を襲う者がいるという噂があるのです。誰それ。騎士団の調査では遺体が見つかるなどといったことは起こっていませんが。死神騎士がその鎌で命を借りに来る、うわ、などと騒ぎ立てる者も出ている。やばい。でもあいつ来んの、また死神騎士が。そんな奴に門沸かされたのだとしたら無事では済むまい。ああフレン。セテス、焦燥は徒労の友と言います。冷静に努めなさい。あなたの大切な妹は私にとってもかけがえのない家族のようなもの。全身全霊を尽くし必ずや見つけ出します。今節の課題は、そうだよね、捜索への協力とします。だろうね、だろうね。町は騎士団が担当しますので、あなた方は大修道院内の捜索に注力してください。ってことはもう散策メインでやった方がいいのかな。時は一刻を争います。頼みましたよ。はーい。フレンちゃんが行方不明なの。そうなんすよ。でフレンの捜索が今節の課題ってわけか。イエス。なあフレンって誰だったっけ。お前頭本当に悪いんだな。ラファエル筋肉だけしかねえんだろ。セテスさんの妹だよ。いつも修道院の中をプラプラ歩いてただろ。なんとなく古風な雰囲気の子でしたよね。年は同じくらいに見えましたけど。セテス様とフレンちゃんってかなり年の差のある兄弟よね。心配してるだろうな。私の兄さんだって私がいなくなったら、想像したくない。人探しは情報集めから始めるのが常道だ。フレンを見たやつでもいるといいんだがな。わあ、絶対死神騎士に捕まってんじゃん。ペトラの誕生日、いいよ。いいよ。やっぱ散策しかできない。じゃあ資格試験行こうや。